いしょ。前髪よいしょ、ちょっと位置調整してもよいですか。ちょ位置調整しますね、ここ狭くて。よいしょ、ほい。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。本日6月15日20歳になりました、三村ひのです。こんばんは。こんばんは。あ、タワーありがとうございます。ありがとう和菓子のタワーありがとうございます。タワーありがとうございます。タワーありがとう。どら焼きのタワーもありがとうございます。あ、タワーありがとうございます。ハッピーバースデーのタワーをいただきました、ありがとうございますありがとうございます。ちょっとドタバタ、ありがとうございます。ちょっと前髪が変だね。よいしょ、ありがとう、ギフト、コメントありがとうございます。こんばんは。20歳になりました、私なんとなってしまいました実感は正直湧かないですけどね。うん、全然なんだっけ、なんか誕生日ってなんだっけみたいなのがありますけど、ありがとうございます。お祝いのメッセージたくさんいただきまして、ツイッターとかあのメールの返信とかでもお誕生日についてすごいたくさんの方からコメントいただきまして本当にありがとうございます。ギフトもありがとうございます。すごいさ、誕生日のツイートをね0時にやったんだけど、すごいたくさんの方にさ見られててコメントされてさ、いいねも多いんだよね。誕生日のツイートは0時にやるに限るわ、本当に0時に限るわ。これは正直びっくりした、こんななんだ。うん、嬉しい、とてもありがとうございますね。20歳になってしまいました。いやー、なってしまいました。あ、そう、 NGT48 がトレンド入りしてて、そうなんでだろうと思って見たら結構私の誕生日が多かった。あ、田辺先生、え、今の田辺先生だったよね。あ、ん、タワー、ちょっと待って、タワー来てる。あ、違う、タワーじゃなかった、タワーじゃないです、タワーじゃなかった。田辺先生ありがとうございます。イラストもめちゃくちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、かわいい、ありがとうございます。本当にね、めっちゃもう立派な NGT オタクすぎて押せるーですね押せるーありがとうございますね。ファンの皆さんもね、こうね、喜んでみんなリツイートしたりしてる。あ、ジブさんのイラスト、ジブさんのイラストお待ちしておりますだそうです。コメントを拾いました。あ、タワーありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。コメントありがとう、たくさんありがとうございます皆さん。ひなの生まれた時間はね4時10
6分とかだった気がする確か。今日はちゃんとね生誕ティーでございます。ちょっと見えない、生誕ティーを着ております。はい、去年はちょうど誕生日の時に仕事で始まりの歌のジャケット写真にサインをする仕事があったので去年はねレッスン上で配信したんですけど、今日は仕事はお休みだったので今日はずっとお家にいました。メンバーもねちょくちょくお祝いに来てくれて、はい、ちょっとだけお酒もね飲みました。わかんない、弱いのか強いのか結局わかんなかった。なんかでもお酒飲んだんだけどあのねフラフラするぐらい、全然大したもの飲んでないよ。ほんとほろ酔いともう3パート5パートぐらい、あとちょっとだけチャミスル飲んだ15度のやつ。でも苦かったね、チャミスルは苦かった。あの元のやつ、チャミスルの元のやつは苦くて別に飲まなくていいかなって思った。そう、量は本当にね5、6種類のを一口ずつ飲んだぐらい。ほんとそんぐらい。でもねゆっくり飲んでたからかわかんないけど普通に回った酔いが、え、なんかおもろい、私20歳なんだ、こういう話してもいいんだ、なんかおもろ。そう、初めてねこうお酒というものを口にしたけどね、マジでねほろ酔いとかはねジュースだよね。だからお酒が楽しみというよりはその今まで飲んできた飲み物ジュース類の中で新しく飲めるものが増えたっていう感想なの私は。うん、そう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 、でも嬉しかった、お祝いしてもらってもらえて嬉しかった。そうか、ちょっとねあのなんだろう、お酒もまだその全然楽しんではいないというか、ほんとちょっとずつしか飲んでなかったから、だからまだね自分がお酒に強いのか弱いのか分かんないけど、でも普通にあの立ち上がった時に立ちくらみするぐらいのフラフラ感はあったよ。なんかずっと座ってたので、立ち上がって移動した時に回った、ヒューって、フラフラする。まあそれは結構あの夜中の話なので、うん、もう全然今は完全に冷めてて寝たからね朝、うん、ちゃんと。やっぱ立つと余裕もあるのかな、そうヒューっていう効果音が聞こえたもん、ヒュー本当に、うん。でも私どっちかというとなんか落ち着いちゃってたかもしれないね、冷静、飲むと冷静になるタイプかもしれない、ちょっとわかんないけどね。新潟なのでせっかくだから日本酒ね飲みたいんよね、うん。ちゃんとその後寝たしね気づいたら寝てた。で別にそんな爆飲みしたわけじゃなくて、ほんとちょっと試しに飲んだぐらい、うんね。まあ誕生日、まあ20歳の誕生日といえばっていうものですからね、そのお酒のお話は。私はもう別に包み隠さず言うっていう話したわ、そういえば。本当包み隠さず今言ったもう完全に包み隠さず言ったわ。なんか多分コップ一杯分ぐらい飲んで、その中にちょっとそのチャミスルの元のやつもうちょっとコップ2杯分ぐらいかな、コップ2杯分ぐらい飲んで、で立ち上がったらお酒がユーンって回って、
ていう。あ、タワーありがとうございます。みんなありがとう、ありがとうございます。そうそうそうね、やば、お酒飲めるのやば、本当にやばい。うん、まあね、でもメンバーと一緒に飲みに行ったりとかね、やっぱ憧れではあるので、うん、そう。憧れではあったので、お姉さんたちがいっぱいいてね、そうそう、だからそれができるのは嬉しい。ただまだビール、ほんとほろ酔いのそのサワー系しか飲んでないから、だからね、ギフトもありがとうございます。ビールとかね、日本酒とか梅酒とか、なんかそういういろいろね、少しずつ楽しんでいけたらなって思ってる。そう、うん、1ヶ月後にはもうユウが飲めるようになるからね。そうだからもうほとんど飲めるようになっちゃったね、2期生はね。2期生はだからあと今11人で、ユウとヤヒと春、あ、テラ、テラ、春、青、あと5人しかいない。だ半分もう飲める。うん、あともうちっちゃいもんだけだよ、飲めないの。まああと1期生だとつぐちゃん。20何人中6人がまだ子供。うん、ありがとうございますね。2期生みんなでお酒飲むのちょっと楽しそう、ちょっと楽しそうだな。わあ、いいな、楽しそう。まあでも弱い子いると思うんだけど、お姉さんたちに全然飲まないっていう子もいるんだけど、うん、全く飲めない子はいないか。でもほんとコップ一杯で十分みたいな話を聞く子もいる。あおちゃんあと2年待たなきゃいけないのか。でもね、たぶんすぐよ、結構すぐよきっと、2年って。ありがとうございます。お酒が飲めるちっちゃいもんクラブ。なんかやだ、確かにちょっとやだ、それはちょっとそれは確かにやだ。みんなでちっちゃいもんクラブです、イエーイっつって乾杯とかやってたらちょっとやだわ。いや別にいいんだけど、名前のだけなんでね。はい、そんな感じでね、すごいたくさんの方にお祝いメッセージいただけて、とってもとってもとっても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、誕生日ということでね、もう20歳になりました。まあ20歳とは言ってもさ、その別に私は変わるわけじゃないので、お酒飲めるようになったし、人生その大人になったので、その大人ができることは大半できるようになった年なんだけど、お酒飲めたりタバコ吸ったりとかできる年にはなったんだけど、まあタバコは吸わないけどね。とはいえ本質的な三村ひのっていうのは何も変わらないので、これからも変わらず見守っていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、まあね、成人年齢が引き下げになったこともあって、もうね本当に大抵のことはもうできるみたいな。うん、私はねタバコは吸わないぞ、タバコは吸わんぞ。わかんない、でもコスプレとか演じることになったらそれはねするかもしれんけど、その時だけね。ちょっと待ってね、あ、ちょっと待ってね、なんか
が来て、なんかあったらしい。ちょっと待って、つけるわ。あー、よいしょ。これです。あれ、ああ、ん、どうやってやるの、ちょっと待って、どうやってやるの、あー、できた。用意してくれたらしい。ちょっと待って、でもこれ貼るもんがねえな。ちょっと待って、ちょっとお待ちよ。抜けた。ちょっと待って、ちょっと用意があまりにもリアルタイム。20、こっちか、はい、20、貼ります、貼ります。ちょっと待ってね、これがあるの知らなくてさママも忘れてたらしい。なんかハッピーバースデーの飾りもあるらしいんだけど、やってくるか。自然渋滞ね。あれ、あったあったあった。剥がせる両面テープっていうのがありまして、これ使ってみるか初めて。え、なんでこんなリアルタイムでさ飾り付け準備することある？自分の誕生日でこんなさ、一人でさ家でさぺちゃくちゃと喋りながらさ準備することある？これ剥がせる両面テープ、ケース付き。どうやってやんのこれ。いや、ちゃんとねやりたいことあんだよ今日。なんか目安は1時間半ぐらいの配信にしようかなって思ってるんだけど、だからちょっと早めにしたんだ今日は。貼り付けるもの十分圧着。おい、了解した。了解。今はあの赤井さんね、今は赤井さんの真似をしました。名探偵コナンの。20。
ペチ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 。両面テープが剥がれない。両面テープは剥がれないっていう曲ありそう。それでは聴いてください。両面テープは剥がれない、アイドルソングね。剥がれない。材質がダメなのかな。あ、いけた。どこ、ちょっと待って、時間かかんなこれ。時間かかるんごね。すいません。それでは聞いてください、自然渋滞。違う、歌詞違うわ。言葉にはしない、でんでんでるでんでんでんでるでんでるんでんでるでんでんでるでん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 でるでん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 。高速道路は渋滞中、赤いテールライトがネックレスみたい。うん、まっ、はるちゃんのモノマネ超うまいね。つかないねこれ。なんでこれさ、つかない。あ、来た。来てない。ちょっと顔出すわ。ちょっと20歳の最初のショールームつまらない。この配信はつまらない配信である。ちょっと待って、嫌だ。あ、来た。剥がします。来た。はい、天才。一番ね、出っ張ってる面にすればいい話でしたね。大変申し訳ございませんでした。私の頭が悪かった。え、なんかついてる。ちょっと待って、ちなみにね、私20歳になって、メンバーからね誕生日プレゼントをもらったりもしましたけど、ちょっとその後今からね紹介します。
両面テープが剥がれない。もうやだ、なんで不器用。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。ねえ、つかない。材質が悪いんだよな、きっと。あ、いった。落ちるけど、多分落ちるし、左右なんか非対称な感じがするんだけど、どう思う？左右非対称？変じゃない？ない。はい、よし。いい感じ。これで一応これもあるけど、もう時間もういいよね。ハッピーしか映んないからいいよね。これ画角に入らないわ。ルイボスティー飲みます。え、これちゃんと20になってる。そしてなってるよね。ほい。ということでね、誕生日プレゼントをご紹介しようと思います。まず両親からもらった誕生日プレゼントがこちら。じゃーん、イヤポッツプロ、イエーイ。イヤポッツプロをもらいました。前に使ってたイヤポッツがもう結構古くなっちゃったので、で、あとね、このイヤポッツプロのノイズキャンセリング機能と外部取り込み機能っていうのがちょっとあの楽しみだったのでおねだりしたのよ、この前実家帰った時ね。あー、ひどー、エアポッツプロ欲しいな、エアポッツプロの存在恋しいっつっておねだりしました。そしたらもらいました。やったー。ひのはちなみにエアポッツをね、道端でなくしたことは一度もない。うん、なんかよくあるよね、よくエアポッツというかワイヤレスイヤホンなくすみたいな。ひの一回もないよ。そう、
なのでなくさないように頑張りたいと思います。お酒飲んでね、どっかで落とすみたいなことないように頑張ろうと思います。はい、これはでもね、つけてね、感動しましたね。うん、すごかった。 AirPods Pro すごいのよ。ノイズキャンセリングと外部音取り込み、ほんとすごい。そしてメンバーからもらった誕生日プレゼント、じゃじゃん、こちらリップ。エスティローダーのリップもらった。ここで問題、見てこれ可愛いでしょ。でね、見て名前がね書いてあるの。日野って書いてあるんだけど、これ見えるかな、ちょっとブレてる、ちょっとブレてるかもしれない。さて問題です。このセンスのいいプレゼントは誰がくれたでしょう。色味ちょっとまだこれ一回も使ってないので、あ、逆に開けちゃった。ここで塗ってみようと思います。見て、かわいい色なの。いきます。え、なんか桜の匂いみたいな匂いする。桜の匂いじゃないか。え、めっちゃいい色。今ちょっと薄付きにしたけど、すごいかわいい、天才。しかもこれマグネットなの、これ、ほら、ほら、マグネット、なくす心配もありません、ありません。え、超いい。今薄い色にしてみたけどめっちゃいい。しかも香りもいい。18日につけよう。さて誰だと思いますか。残り3秒、3、2、1。正解は藤崎美優キャプテンからもらいました。ありがとう。美優美優はね、あの素敵なものをプレゼントしてくれるんですよ。ということで誕生日プレゼントの紹介は以上でございます。あれ？あれ？そう、みんなね、ごめんって言ってた。ごめん、許せって言われた。結構それなりに人来てくれたんだけどさ、ごめん、ごめんって言われた。ごめんって言われたね。そう、まだね、あの用意できてないって言ってた。そう、用意してくれようとしてくれている気持ちだけでめちゃくちゃ嬉しいんだけど、うん、今日、そう、今日はみゆみゆがね誕生日プレゼントをくれました。結構あの来てくれたんだよ、お家にサプライズでね。そう、でもあのいや全然いいの、いいの、いつもそんなもん。うん、いやまだそう考えてる、ずっと考えてる。なんていうか最近は結構忙しかったからね。そう、いや結局スイッチはねやらなかった。もうトークでした。そうそうなの、もう本当にずっと喋ってた。あ、まだソフトはね全然買ってないよ。え、違う、給料日前とかそういうのじゃない、本当にそうじゃなくて、マジでまだ決めかねてるだけだよ。みんな絶対そう、絶対そう、うん、うん、ね、
ありがとうございます、ギフトなどなど。まあねっていう感じで、ちょっと可愛い色だったからミユのね誕生日プレゼント、ミユからの誕生日プレゼントをね使いました。今初めてリップ、そう、いやてか本当にあの今のはガチで、その誕生日プレゼントうんぬんっていうのは本当冗談で、マジで来てくれて嬉しかったの、メンバーがお祝いしに来てくれて。全然予想してなかったからさ。あ、ミユがコメントしてくれてる、嬉しい、使ってね、おめでとうだって、ありがとう、めっちゃいい色、今こう薄くつけてみたの、ちょっと大切に使う、めっちゃいい色だしつけ心地も最高、ありがとうね、めっちゃセンスいい、ほんと大好き、ありがとう。ちょっと反射で見えない白飛びしちゃって、ほんと天才、ありがとう、さすがキャプテンねえ、ありがとうございます。あ、初訪問の方もいっぱいいる、ありがとうございます、サスキャップ、サスキャップ分かんない、桜の香りは私も勝手に勝手にそう思っただけかもしれない、すごいでもねいい匂いなの、でもなんかちょっと桜っぽい気もするけど、めっちゃいい匂い、2002年はもう20年前なのね、そうですそうです、皆さんそうなんです、実は2002年はもう20年前になりました、現実は厳しい、はい、そんな感じで私は20歳になってしまいました。まあね変わらず、配信冒頭にも言いましたが、変わらず私は私なりの唯一無二の表現者を目指して、これからもアイドルをやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。なんかねこうしっかりと話しっかりとした話は生誕祭の時に撮っておこうかなとも思ってるから、今日の配信はそんなにがっつりこう今後のことを話すわけじゃないんだけど、そうだな、今年の目標は何だろう、具体的な目標を掲げると、アイドルの枠を超えた仕事を一つだけでもしたい、これが20歳の目標、いいんじゃない、まだ何も決まってないけど、これから1年間の目標、アイドルの枠を超えたお仕事をさせていただくために自分を磨いていこうと思います。しゃあ生誕祭はねちょっとまだ私も日程が決まってないのでわかんないんですけど、まあ来月になるかな、来月以降になると思います、今月は多分もう無理だと思うのでよろしくお願いいたします。それではここで一つ企画をさせていただきたいなと、何かっていうとね、ちょっと今から LINE を開きます、どこだ、
皆さんこんにちは、誕生日の三村です。なんつったらいいかな、ちょっと待っててね、誰か来ないかな誰か来ないかな。誰か来ないかな。ん、あ、ギフトありがとうございます。パワーありがとう、ありがとう。あ、ちょっと重い、まだ既読が2しかつかない。既読が2しかつかない。3ついた。3しかつかない3しかつかない。いや、あのね、何人かにはね、こういうこのぐらいの時間にやるよって言ってるんだよね。今メンバーを待ってる状態なの。あっ、うるせえ、ありがとう、来てくれて。自己紹介をお願いします。はい、 NGT48 のゆうちゃんこと富永ゆうです。ゆうちゃん、イエーイイエーイやひこことむらやすひなとです。よろしくお願いします。やひこ、はい、すしまゆなこです。よろしくお願いします。おじさん、なんと、電波悪い、ちょっと待ってね。はい、はい、もしもし、聞こえるかな。はい、聞こえますよ。聞こえますか。うん、あ、ちょっと待って、電波悪い。ありがとう。こっち電波悪いね。こっちのさ、配信の電波が悪い。ちょっと待って、配信の動かなくなっちゃった。ちょっと待って、今ね、配信はしてるんだけどね。あ、配信がね、そう、画面がね、動かなくなっちゃった。ちょっと待って配信の画面が動かなくなっちゃった。ちょっと頑張って、ちょっと待って、他誰も出てくれない。わかる、ランパーやん、みんな忙しいんかなちょっと待って、あの、一旦こっちの携帯で、あ、待って、帰りが来て、ちょっと待って、ちょっと待って、配信がね、ちょっと配信がね、誰がいるの？配信ちょっと待って、配信がね、いや、リアルタイムで配信見るのか、見たい。今どうなってる？配信が。
あ、ちょっと待って、はい、もしもし、もしもし、はい、あ、戻ってきた、すいません、もしもし、はい、みんな聞こえる、はい、佐藤会でつなぎます、はい、ありがとう。ちょっとね、あのね、こっちのね古い携帯の方がね、うん、重くなって動かなくなっちゃって、それを今直しました。あら、途切れちゃった、多分直った、テロップ変える。カイリーさん、はい、低く声、カイリーさん、あの、あれお願いします、自己紹介をお願いします。あー、え、はい、21歳の佐藤カイリーです。低くないテンション、あ、待って、カホだ、もしもし、もしもし、低く、テンション低く、自己紹介お願いします。心にお邪魔してます、ありがとうございます。マシこと寝起きのマシモカ、寝起き、寝てたの、おはよう、おはよう、ありがとうございます、皆さん来てくれて、今これ配信中なんでね、何、今これ配信中なんでね、これ世界に配信されてるって、うん、はい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 、オッケーオッケー、ありがとう、世界配信中、そう、今日はね初めてね、あのちょっと初めての試み、お誕生日おめでとう、ありがとう、イエーイそう、ちょっと前からずっとやってみたかった、あの勝手に私がグループ LINE のグループ通話を開いたら誰が来てくれるのか、誰か来て話をしてくれるのかっていう、うん、今日は誕生日なのでみんなが来てくれました、イエイ、でちょっとショールームの見てくれてる皆さん、ちょっと今まだ 1,2,3,4,5 5人ぐらいしか来て、5人来てくれたんだけど、5人も来てくれたんだけど、ごめんね、無視されてきた、え、無視されてきた、あ、わ、そうなんだ拾いづらいコメント、そう、またこれから増えるかもしれないけど、ちょっとトークテーマ、めちゃくちゃ電波、え、なに、電波悪い、いいの、でもこれ、え、ヒノ Wi-Fi 切ってるよ、あ、本当に、こっちは、うん、およ、聞こえる、うん、はい、ああ、ヒノの配信の方は見れるかい、みんな、あの、ありがとう、ちょっとお疲れサンドイッチ、じゃあここでね、ファンの皆さんに、じゃあヒノのことについて、この、 あの今来てくれてるみんなに聞いてほしいことを募集するので、トークテーマを送ってください、皆さんちょっと良さそうなもの拾います、私、毎日798日ってやば、ありがとう、あ、私ヒノに心配してることある、あ、何、いいよ、なんかヒノが、うん、ナルシスト化してる件について、え、なんでなんか最近心配なんだよね、え、てかちょうどそういう話来てるけど、ヒノちゃんに直してほしいところって書いてある、あ、別に直してほしいわけじゃなくて、ただ心配っていう、うん、え、じゃあいいよ、具体的に言いなさい、うん、何がナルシストなの、私、なんか今日さ、何を言い出すかと思ったら急に朝、うん、なんでヒノってこんなに髪の毛がツルツルなんだろうって言って違うじゃん、それはさ、なんか髪の毛触りながら、うん、言い出して、うん、えって思ったの、はい、いや、そ、ツルツルなのはそうだけど、うん、え、ヒノどうしたんだろうと思って、うん、そんな髪質なんかツルツルだからって、な、何に悩んでる、なんだろうって思って、突然、いや、それ私突然話したわけじゃないじゃない、話の流れがあったじゃん、ちょっとあった
けど、そうちゃんとね髪の毛の話になってたの。髪の毛ってそうまあね、そう染めたりするとちょっと傷んじゃうよねみたいな、そう、そういう話をしてて、で、うん、その、うん、えひのはね染めてないし、そう髪の毛ねほんと褒められるんだよねって言っただけだよ。でなんかなんでツルツルなんだろうみたいな、そんなこと言ってないよ。なんでそんなこと言ってないっていうか、でもそれはあれだよ、ツッコミ待ちだよ多分。お前が言う自分で言うなっていうことだよ。リアルすぎてツッコめなかった。なんでだからみんなそういうひののこと、私が冗談言うとみんなそれを本当にそう言ってると思って誰も突っ込んでくれないんだ。わかる、面白かったけど、うん。ほらかわいそう、誕生日にナルシスト化してるって言われた。いや私は最近そういうムーブ取ってるよ。ナルシストっぽいムーブをすることによって、やっぱり、うん、あ気づいてたの。うん、私は気づいてた。他の皆さんは？でもヒノのキャラみたいな感じ的にはいいかもしれない。え、ありありだよ。キャラ？うん、ありだよ。NGTにはない。ナルシストキャラ目指すの？やだな。うん。ナルシストキャラって何？いやでも私結構最近配信でね、自分のことをねよく言うボケをするよ。配信でするの？配信でするよ。え、ちゃんと突っ込んでくれてる？多分突っ込んでくれてない。で、さあどんどんヒノがさ、うん、自意識過剰になっちゃったって思ってたファンの人もいた。そうだよ、そうだよ。いやなんかね違うのよ、自己肯定感が私は低いので、だから配信でわざと自己肯定感を高い風なことを言うようにしてんの最近。あえてね。そうそうそうね、ボケだよあれ、私本当に思ってるわけじゃないからね。うん、みんな知らないじゃん。そうなんかね、冗談かどうかのねこう区別がつかないんだって私の発言って。うまい、ヒノうまいからさ。確かにヒノってあんまり冗談かどうかわかんないから。冗談の時の方が私感情が豊かになってるよ。めちゃくちゃトイレっていいところが聞こえなくなった。え、あ、もしもし、もし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 、もしもし聞こえる？もしもし、なんか、うん、なんとなく聞こえる。ごめん遅くなった。わあ、ありがとう。6人目の方、自己紹介お願いします。あ、ね、コメントありがとう、ね、自己紹介お願いします。わあ、あざとい、お風呂とか言っちゃって。うわ、キッチ違うよ。お風呂入りながらヒノのショールーム見ながらヒノへのフォトログ書いてた。楽しみ。役はヒノなんだ。違う。でもさ、ちょっとずっとさショールーム聞いててさ、うん、ちょっと会話に参加したくなったから急いであげて。ありがとう。やった。みゆみゆみゆ、はい、自己紹介お願いします。はい、藤崎美恵です。イエーイ、キャプテン、かわいい。ちょっとお風呂上がりのみゆみゆさん、何？なんか私が帰りにナルシストって言われたんだけど。うん、聞いてた。そう思う？え、いいんじゃない、だってヒの髪の毛ツルツルなの本当じゃん。優しい、優しい。いや、まあね、そうなんだよ。別に私嘘ついてるわけじゃなくて、本当に、うん、そう髪の毛と肌はよく褒められるんだよね私。だから、うん、そのそれをねわざとこうね自分でこう自慢かのように言うことはわざと言ってるんだけど、今のも冗談なんだけど伝わってる？うん。帰り何も考えてない、返事された。そう、いや違うよ、違うんだってば。あ、ゆめちゃん、ゆめたんは、はい、まだ会えない、会えてないので。あ、うん、待って、え、私になんか言うことない？髪の毛ツルツル
する。ちげえよ。やっぱり。そっちじゃないって。今日何日何日？いや、わかんない。ふざけんな。自分の誕生日はあんなにアピールしてんのに。わかんない。今日何の日だっけ？え、わかんない。なんだっけ？今日は。なんで電話してんの？千葉県の日。そう、今日は千葉県民の日、栃木県民の日。あ、そうなんだ。うん。意味わからん。私は千葉県民でも栃木県民でもない。せーの、お誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。ゆめちゃんが来てくれました。ありがとう。お疲れ様、お仕事。昨日も。ありがとう。ね。ちょっと畑。うん？田植え？田んぼ？うん？あ、農業ね。そう。農業もねやってました。お疲れ。ありがとう。え、なんかめっちゃドラムメモじゃない？そう、ほぼほぼドラムメモ。ほぼメモ。ユウもいるんだけど。ユウ、ユウいるの？ユウとヤヒコ、ユナコと一緒にいる。え、ヤヒコ後で行くね。そこで、そこで約束すな。え、ちょっとユメタン、ゆめたん、はい、日の誕生日何くれるの？え、そんな生々しい話する？私は現金をあげようと思ってたから。あ、そうなんだ。そっか、やっぱ20歳だから。あーね、結局ね、大事だもんね。ちょっとね、いろいろね、払わなきゃいけないもの増えるしね。そうそうそう、20歳ね、年金とかね。そう、そうだよね、たくさん払わなきゃいけないものあるからね。生々しいな、だいぶ。うん。あの、これこそ冗談なんだけどね。はい、伝わってるかしら。やばい。あー、そっか、ゆめちゃんの誕生日プレゼントは現金かってツイートされるかもしれない。あね、20歳になっちゃったからね、大人の仲間入りよ。なんか一個先輩とか言ってたけど、ゆめは全然3ヶ月しか変わんねえのよ。いや、3ヶ月も違う。ついさっきじゃん。は？は？は？誕生日の話をすると怒るから。なんで？楽しくしよう。私今ひのの誕生日プレゼントネットで探してた。あ、そうなの？ありがとう。私さっき買ってきた。え、ありがとう。え、でも次いつ会えるんだ。わかんないけど、来週には会えるか。確かに、うん、そう、今何人、今はユナコとヤヒとユウとカイリとカホとミユとユメ、8人。わあ、すごい。わお。ね、そう、嬉しい。ありがとう、来てくれて。いえいえ。でもこれ、出しまして、これ結構あれでしょ、画期的、新、なんていうの、新鮮でしょ、この企画。うん。うん。え？よかったね、ひのちゃん。募集したの。よかったね。うん。もう愛されてるね。そう、ひのは愛されてた。ね、思ったより。思ったより。だってもう半分ぐらいいるよ。そうだよ。そう、半分いる。ガチで。嬉しい。え、てかこれで半分なの？そうだよ。ね。少な。だってグループ15人しかいないじゃん。15人か？そうだよね。え、今それしかいないの？そっか、11プラス4だもんね。少ないね。それで半分なんだ。うん、少ない。半分、半分、過半数いる。あ、そう。でも、あ、じゃあ待って、ヒノに直してほしいところあるっていうコメントがいっぱいあったの。そんなの、誕生日に直してほしいところ。うん、でも言ってほしいんだって、みんなに聞いたらさ。え、別にヒノはない。なんか私はよく最近一緒にいるけど、うん、逆にどんな時もなんか私のしょうもない会話に話聞いてくれたりとか、うん、場所について行ったりとかしてくれるから、うん、ありがとうと思ってる、うん、あら、嬉しい。皆さんは他に、まあ、さっきこれツイートしたんですけどね。あ、そうなの、ごめん、まだ見れてないわ。いや、うん、あのね、本当にね、3分前ぐらいにね、ああ、誰かが喋ってる時にツイートした。ありがとう。
じゃ他の皆さん何かありますか？私に直してほしいところとか嫌なところとか、嫌なところというか何かありますか？うん、昨日のこと大好きだよ。ありがとうヤヒじゃあ私も、あゆもありがとう、じゃあ大好きだよ、大好き、ありがとう。夢なんつった？じゃあ夢も、じゃあって言うなじゃあって言うな。ありがとう。じゃあね、逆にヒノにやってほしいことだって。ヒノ MC のスキルやってほしい。え、ね、やって。なん突然だね。なんでそんな興奮してるの何故？え、なんか今思った、みんなのことを電話越しでちゃんと回収してるから頭いいから日の MC やってほしい。 ありがとう。いや嬉しい、それは。でも頭回ってる時じゃないと私ちゃんと喋れないよ。いや、なんか、ま、回してそれは頭をね、やってほしい。そう、でもこの前 MC めっちゃ上手だったよ、大学のやつ。ありがとう。全然なんか日本語ボロボロだったけどね、嬉しい。ミユがそう、ミユがそう言ってくれるってことはさ、本当にそういうことだよね。ありがとう、信頼度のある。だから私の代わりにいっぱいやっていやミユは、ミユの私 MC 好きだよな。あ、ミユもうまい。うまいよね、研究生公演の時からうまい。え、研究生公演の時から MC の回しがうまい。ああ、そう、前々からユニット分け MC とかやってたからね。うん、あのいろんな人のこう意見を聞いた後に最終的にということでね、こういうことだったのでこうこうしていきましょうね。はい、それでは次の楽曲ですのまとめがミユがすんごいうまい。うん、話のとこうまい。うん、私それができない。そう、私は逆に自分が喋らないだけだよ。話まとめられるのは頭よくないけど。いや本当にそう、私も1対1の会話だったらまだできるけど、なんかそこのまとめみたいなのがうまく言葉が出てこないもん、うん、いやでも私もいつもできない。うん、頭悪いから自分突然のネガティブ。え、どう夢ひのにやってほしいことある？なんかなんでひのにやってほしいことある？うん、あのさ、うん、今日さ、うん、朝起きてさ、ツイッター見たらさ、うん、めっちゃ胡蝶しのぶアイコンの人がめっちゃ通知欄にいて、なんでだろうって思ったらひのちゃんのアイコンだったのあのひのの生態院さんが作ってくれたアイコンだったのね。そう、うん、うん、でえ、ねえ会話になってないよ。質問になんか別の答えで返ってきた。確かに、いや別に似てないだろうえ、思わなかった自分でも。え、思わないよ。あ、本当？うん、思わなかったよ全然。まあだから、しのぶさんに見えたんだ。まあ、うん、まあ、だからしのぶさんのコスプレ、うん、みたいな。前にやったのに全然写真撮ってなくて載せてないんだよねね、前チカナンチだったよね。そう、チカナンチで、ね、そ, その時もほとんどこのメンバーだったじゃん。ほぼドラムメモだったそう。え、じゃあゆめとゆなこ、ゆめとゆなこをカメラマンに引っ提げていくわ。なんで？え、ゆめとゆなこカメラマンに引っ提げていくわ。どうぞどうぞ、うん、私任せて。うん、なんだって？私月600円かかるけどいい？うん、サブスク値上げした。値上げすんな、私の方がオプションついてるんだから。メイク的な。そう、ちゃんと髪の毛が乱れてたら直してあげられるの。私もそれついてるから値上げしたの。あ、そうなんだ。そう、でもこの前自分サンドイッチのバンドのね、ライブをした時に、うん、夢ゆなの写真を撮ってあげるよって言ったら、夢もゆな子も相方にやってもらいたいって言って断られたので、そしてで、で、違うの、それは、で、違う、サーヤにも、サーヤにも聞いたら、青にお願いするって言われたの。悲しい。ということで、なんか来た。自己紹介お願いします。ルタって葵です。青ちゃーん
かわいいよ。来てみたよ。ありがとう、優しいね。来てみた。そう、あ、ひのに言うことない？おめえ、ありがとう。夢はね、素直に言ってくれなかったの。おめえ、ありがとう。あおちゃん、あおちゃん配信終わって来てくれたのね。うん、おめえ、ありがとう、優しいね。笑うな、笑って待って。何話してたの？ね、今ね、ひのにやってほしいこと、うん、今後。なんだろう、むずいよね。確かにね。ちなみに他にもあって、あ、うん、何、はい、あ、うん、何、体力測定。なんで気になる。それはもう全員でやろう。もうドラ3人全員でやろう、体力測定。この際はっきりつけよう、誰が一番運動神経が良くて誰が一番運動音痴なのか。この際はっきりしよう。面白そう。うん、面白そうだよね、企画、うん、いいじゃん、 YouTube とかに動画であげようよ、楽しそう、うん。電波悪め？わかんない、電波悪い？わかんない、重いかな。大丈夫かも。一応 Wi-Fi は切ってるんだけどね。あ、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫だった？あ、よかった。うん、ありがとう。じゃあそれはなんかいつかやろう。うん、いつかね。うん、いつか。それはひのが編集してくれたらいいんじゃない？全然やるよ、私。動画編集。ひのの編集めっちゃ上手で好き。ありがとう。嬉しい、優しい。ね、優しいわ。ひのちゃんってさ、めっちゃ動画にさ、うん、動く自分にさ、モザイクかけるのうまいよね。動くものにモザイクをかける？そうそう。いや、あれね、そういう、そういう機能、そういう機能を使ったんだよ。あの、あ、ニャームメモでしょ？ニャームメモスイーツ盗難事件でしょ？ そうそうそう。あれはね、そういう機能があって、そうなんだ。ちゃんと一コマ一コマつけたんだよ。へー。動画かけなきゃいけないものいっぱい写すね。やめて、やめて、全裸で踊らないで。うん。ええやん。コメントに困らないでくれ。ちなみにね、あとね、コメントにあったのはね、ひのの好きなところ、ひのの好きなところを言ってって。ひのの好きなところは？なんでもすごい、筋が通ってるところ。なんか思ったよりなんかおもろいの来たわ。例えば筋が通ってるところ、例えばちゃんと物事を発するときに、うん、ちゃんとそのことを発した理由をちゃんと分かってる。ほうほう、うん、うん、どういうこと？ちゃんと感情任せに喋ってない。あー、こうこうこういう理由があるからこうした方がいいと思うみたいな、そういうこと？うん、あー、こうこうこうしたいからこう今喋ったんだよっていうのが伝わるってこと？うん。あー、なるほどね。あー、それはありがとう。でもそれ旗から見たらちょっとめんどくさいよね。すごいことだ。あ、そっか、ありがとう。あ、ありがとう、ありがとう。じゃあ次の方。トレス聞いてくれる。あー、まあ、カホはね、あの、かまってちゃんですからね。そう、うん、そうね、そう、確かに。ひのはね、話を聞きますね、確かに。この前、ななこさんとれいなさんだかと一緒にショールームやった時に、ひのちゃんは聞き上手だよねって言われたんだよね。そう思う？うんうんうん、聞き上手。あ、本当？あ、それは嬉しい。うん、でも、うん、喋り上手でもある。え、何それ、天才じゃん。なんか話してると、うん、この人頭いいなってめっちゃ思う。あ、そっか、あ、って言ってることにも、うん、あの、通ずるものがあるんだけど、うん、なんか、なんつったらいいんだろう、ちゃんと、うん、そう、順を追ってるし、うんうん、なんか使う言葉とか
なんか話の持っていき方とかがすごく頭がいい話し方するなって思って、めちゃくちゃ羨ましく感じる。いや、ありがとう。それはじゃあ素直に嬉しい。今日のフォトログ誕生日の写真出したんだけど、なんごめんちょっと途切れちゃった。だって今日フォトログさっき日のおめでとうのフォトログ載せたんだけど、どう、うん、写真。あもう載ってるの。もう載ってる。あ、本当、癖強くて好きだよ私は。あれもう日のちゃん探し、日のファンの人はもう拡大して探してくださいって感じ、うん、はい、ぜひフォトログ見てみてください皆さん。あ、青も写ってるわその写真。結構いろいろ、いろいろいると思う。うん、じゃあ続いて、続いての人、私の好きなところを答えよ。え、みんな放置。ちょっと帰り。はい、はい、聞いてるなら私の好きなところを述べよ。え、言っちゃダメ。え、言っちゃダメ。ええ、どういうこと、混乱してるんだけど、どういうこと。え、何、言っちゃダメな好きなところがあるの。言わない方がいいかもしれないっていうこと。今人に電波に乗せて言わない方がいいかもしれないってこと。うん、なんでそんな好きなところがあるの。公共の電波で言っちゃダメ。マジでわからん。な、え、何それ、どういうこと、マジでわからん。だって嫌いなところとかだったらわかるんだけどさ、好きなところ公共の電波に乗せられない好きなところって何よ。ガチで何、ガチで何か気になる。みんなほらそんなこと言うから気になっちゃってんじゃん。なんでよ。いや、でもそういうのってさ、言う流れになっちゃってさ、本当に取り返しのないことだったらさ、確かに。じゃあ言っちゃうね、いいの。え、怖っ。怖っ。聞いてる、こっちも怖いんだけど、大丈夫かな。大丈夫かな。うんうん。え、待って、じゃあやばかったら途中で止めて。無理だって。無理だろ。行くよ。どう頑張っても。私に一回文章送って。検閲入りました。検閲入った。一応どこに送る。うん。グループに送るね。はい。え、グループに送って大丈夫。はい。しろ。何？今にもちょうだい。オッケー。検閲。これ大丈夫？大丈夫じゃん。あ、大丈夫。これ何？具体的な話を聞かれたらやばいってこと？行きます。え、何？うん。え、具体的な話を聞。あ、なんかカイリがね、ヒノの好きなところ話してくれるって。なんかヒノの好きなところは、はい、努力を惜しまないところ。その心は、あの、なんだろう、こう、絵でもそうだし歌もそうだし、うん、こうなんか MC 力もそうかもしれないんだけど、こう自分の持っている能力プラスアルファでそれに満足しないでもっと伸ばそうっていう姿勢が私はもうずっと見てて好きで、うん、なんか年下なんだけどそういう風に頑張ってるところを見て、なんか私もこう自分で持ってるものとか今に満足しない、現状に満足しないでもっといい人になろうって思う。ありがとうなんだけど、これ何がやばかったの。え、なんでこれ言えない理由だったの。そっちの方が気になるわ。え、答えを教えてくんない。何事、なんかもっと別のこと言いたかったのかしらね。ちょっと僕わかんないけど、ありがとう。それは別に普通より嬉しいわ全然。でもね、多分なんか本当に好きなところだからちょっと恥ずかしくて言えなかったんじゃない。ああ、かわいい。ありがとう、かえり。うん。え、じゃあちょっと夢は？はい。ひのの好きなところを述べよ。ね。うん。ね。うん。え、ちょっと待って。うん。どうしよう。ちょっと待って。考えてる。
じゃあみゆに聞こうか。ありがとう。みゆ、みゆちょっとひなの好きなところを話してくれよ。ひなのね好きなところね、さっきね、うん、ホトログに書いたからね、お多分そのうち出てくるんだけどねうん、なんかでもさっきカホとカイリが言ってたのと似たようなの書いてた、うん、あ本当、あ嬉しいね。そう、なんかあの話聞いてくれるし、うん、そうやって自分の持ってる、ね、うん、ものをすごい努力して、うん、その単独コンサートとかシグナルとか、うん、自分サンドイッチとかそのなんだろう、うん、活動に、うん、なんか広げていけてるのがすごいよって書いたんだけど、うん、あとあのそのさ歌とかのさ能力をさ、うん、なんか人のためにもさ使ってあげるのってすごいと思う。あそれなんか前にも言われた、うん、ありがとう。そうグループのさ、うん、ためにさ、うん、この歌のさ技術を向上させてくれるじゃん。それってできるのってヒノしかいないからさ、うんうん、みんなのためにさヒノのできることをやってくれてるのがすごいと思うよ。嬉しい、いいこと言ってくれるじゃないのね、みんなね、ありがとう、嬉しいわ、ほんと素直に、ね、どういたしまして、どういたしまして、うん、あんまり、まあ、ありがとうね、うん、どういたしまして、あんた聞いてない、ちょっとゆめ言ってよ、何思いついた、ググった、ググった、うん、うんじゃないわよ、え、はい、うんじゃない、はい、どうぞ、思いついた、何、あのね、うん、自分うん、好きなところ。ほう。その心は。あの前さ、うん、おつぼね相談室がマミムメモであったじゃない。はいはいはい。おつぼね公演で来た時に、うん、その時にさ、なんかおつぼね相談室に出るメンバーを自分たちで決めたじゃん。はいはいはい。でさ、うん、なんかその時。うん、最初昼公演が日野で、うん、夜公演が夢になりかけたの。そうだね。 でそしたらね、うん、日野ちゃんが、うん、いやうち夜公演親来るんだけど日野おつぼね相談室出るの夜の方がいいかもって言って、うん、なんかさなんかなんだろうな、他のメンバーだったらこう恥ずかしがってさ、うん、なんか親いない時がいいみたいな言うじゃない。そうね、結構みんなそうだよね、うん、そうだけどヒノの場合はマジ真逆、うん、いやそれはちゃんと理由があるのよ。その日家族全員来てくれてて、そうこの前おつぼね公園とまゆめも公園があった時に家族がみんな来てくれたので、その時に公園来てくれて、わざわざ埼玉から車で来てくれて、せっかくならたくさんね自分の活動活躍してるところを見せたいから、まあ別におつぼねさん方も夢も昼夜の公園の順番にこだわりがないんだったら、じゃあせめてもう、うん、せめてちょっと私のね出てる時間を多く見せられるためにそっちでもいいですかっていう話だったわけ、うん、そうだから別に自分が好きだからそうしてるわけじゃないぞ、うん、喜ぶと思うわけ。そうそうそう、喜んでくれてたから、はい、考えは、うん、そっか、なんかさっきも私ナルシストって言われて、うんうんうん、自分をさこう好きっていうか、うん、自分に自信っていうかさ、うん、なんかそういうなんだろうな、うん、自分が嫌いだったらさ、うん、絶対にそういうことはしたくないじゃない。あーそうね、うんうんうん、だから、うん、そういうこと。あーなるほどね。いやだから、うん、なんだろう、自分が好きというよりかはまあなんだろう、こう応援してくれてるみんなからしたら私のこと好きで応援してくれてるわけじゃない、うん、だからまず初めの一歩として自分のことを好きにならなきゃなっていう努力はしてる。ほら見ろ変な反応すんな。いや別に私はね自分のこともちろんね、あのね全然好きじゃない時期もあるあるよ。でもそれを表に出さないようにしてる。それは普通に意識してる、そういう風に。でもそうだね、それが好きなの、そこが好きなの、日野のとこで。え、反応なんか言おうと思ったんだけど、うん、忘れちゃった。じゃあマミムメモ公演に撮っておいて、18日あるじゃん、うん、考えといて。じゃあ日野の好きなところ、うん、検討する。三村日野めちゃくちゃ褒める会やるわ、じゃあその日。
謎だね。うん、ね、本当何も聞いてない夢。ね、津島さん、ちょっとミュートにしてるけどさ、今元気だったりする？はいはい、津島です。現場の津島です。あ、津島さん、ありがとうございます。ちょっと津島さん、まあゆうとやひともにでもいいんですけど、はい、ひのちゃんの好きなところをぜひ最後に聞きたいなと思って。あ、もちろんナイスバディなところです。以上です。ありがとうございました。あ、中継が終わっちゃった。これ5年前に言われたことの伏線回収になっちゃった。でももう二十歳になったからさ、ヒノが、うん、なんか言ってもナイスバディだねって言っても法に触れないね。別にもともと法に触れるわけじゃない。え、カエリさ、それ言うのかと思った。うん。あ、私？うん。それは分かる。かぶったと思った。うん。それは。公共の私はそれは、はあ、でもヒノのグラビアとか見てみたい。あ、本当？うん。え、待って、私親の目線になるかもしれない。わかる。こんなこと言っといてなんだけど、ヒノちゃんに関してはちょっと寂しい。寂しい。親ね、ヤヒコヤヒコというのめっちゃ笑い声が聞こえるぞ。あ、ミュートし、ゆうとやひです。ゆうとやひ、しかも、ま、めっちゃ関係ないことで笑ってます。なんやねん、何しとる。だからミュートにしてるじゃん。うるせえ。失礼しました。ありがとうございました。子育て大変そう。ね、ね、ちょっと親ね大変そう。ゆうな子今ね、やひとゆうをね養ってるから、今おもりしてんの。おもり。いやね、大変そうですね。そっか、いや、みんなヒノのこと大好きじゃんか。うん、うん、大好きなんだね。ヒノのこと大好きじゃん。なんだよ、いつもいつもヒノの話聞かないし。あ、まあ、いや、そんなことないけどね。え、うん、そうとか言うくせに、本当はヒノのこと大好きなんじゃん。うん、うん、あーね、また照れちゃって。うん、うん、あーねー、だって一人は、え、ね、夢ある。え、うん、ある。何が？あの、めっちゃめっちゃいじられても、ま、マジめげないところ。どこに立ち勝ったのかめっちゃ気になる。確かに。え、いや、あの、昔からだよ。友達、地元の友達、メンタル強い。地元の友達、地元の友達にそう、そういう扱いを受けてから慣れっこ。うん、昔からこういう立ち位置すごいね。ありがとう、ありがとう、嬉しい。そう、ほんとちょっとね、三村ひのの個性を一つ担ってるところだから。うん、やっぱひのってさ、裏切らないよね、個性を。はちょっとそれは意味がわからない。個性を裏切らない。どういうこと？ええ、どういうこと？つ、うん、そういうさ、こう自分の個性をさ、褒められることって嬉しいですか？うん、自分の個性を褒められること、褒められるというよりは認めてもらえてるのは嬉しいかな。分かった。うん。え、今何の情報をさ、インプットしたの？いや、大事なこと。大事なこと？まあね。ねえ、ゆめたんってさ、はい、なんかさ、プライベートの方が本当に100倍面白い。最低。あのさ、こいつちょ、でも面白いっていうのは本当に。そうで、それ以前にプライベートが面白い。待って、今ってプライベート？仕事？今プライベート。プライベートで本当に面白いね。ありがとう。カエリちゃんだけなんか変なこと言ってる、ずっと。カエリちゃんだけちょっとなんか、ね、なんでなんで、ちょっとなんかずれてんだよな。いや、本当に面白い。ありがとう。嬉しい。今日誕生日かも、夢。は？3ヶ月長いよ。なんで3ヶ月間ずっと。
誕生日って前後6ヶ月でしょ1年間でも半年誕生日ないよ、うん、違う前後6ヶ月ってことは前も後ろも12ヶ月なのよすごいねもう青が一番大人だわね、いやありがとう、嬉しいわ、20歳の誕生日みんなにお祝いしてもらえて。本当だよね、うん、あんたは あんたはさっきありがとうヤヒ、うん、今ねね、そう、うん、ありがとう、通話出なかったくせに今あまたミュートにしなかったね、ありがとう、マジで幸せだわ、うん、私え、なんで、うん、何に入ってるの、なんだって、なんでまとめに勝手に入ってんの、え、嘘、結構終わっちゃうの、もう40、もう45分結構話してるけど、いや夢だって30分だよ、朝入ってきた時間であってさ、私42分だね、うん、え、じゃあいいよ最後、なんかもしかして私たちが邪魔ってこと、違うよ、違うよ、今元から1時間半ぐらいの予定って言ってんだよこっちはかわいそう、じゃあいいよ、なんか最後言いたいことありますか、今ショールーム配信してまして結構たくさんの方が見てくれてるんだけど、え、何、誕生日プレゼントですか、うん、今誰が喋ってる、ゆなこ、あ、誰が喋ってた、私、ゆな、え、誕生日プレゼントか、うん、そうだな、うーん、そうだな、やっぱりこう今ね一番ハマってるのはねプロセカだから、 iTunes カードとか欲しいかなあ、ちょっと電波悪かった電波悪かったらしい電波悪かったらしいわ、あ、いやいいえ、何でも嬉しいよ、まあ、当日にね、当日にゲットできたのはね、あのミュミュのリップなんで、めっちゃいいこのリップ、ありがとう、ありがとう、こちらこそ、うん、かわいい、ごめん、全然全然本当にそれは、はい、マリカもらったら嬉しい、え、嬉しい、自分がやりたいだけだろうけどめっちゃ嬉しいぞ、ちなみに言うと、オッケー、ユナも欲しい、なんでうん、欲しい、やろう、いいよ、え、あ、ね、マリカよりも、ね、もしもし、コントローラー足りないからコントローラーがあっても嬉しいぞ、うん、今2人分しかないから、うん、でマリカもあったら嬉しいよ、別に2人分あったら十分じゃない、え、私が十分っていう、あれ、うん、あ、え、あれ、夢の2人だけでやる、足りてるね違う、私の家でやろうとして、せめてでも今ゆなことゲームやりたくない、うん、ねえ、なんでゆなこ、だってゆなこ負けたらすねるんだ、うん、らしいぞ、負けないし、うん、あんただってマリカ万年12位じゃん最強だから、うん、あれキラーが出るか出ないかのゲームだよね、だってクッパ使ってるし、クッパ使うから弱いんだよ、クッパは重いんだけどクッパ弱いわ、重量級だよ、わかんないねえ、出てこないでえ、待って、アオちゃんなんで電話や、電話、あれビデオ2を始めた、うん、え、さっきから一人で映ってたのに夢も言ってこない、私もやめてやもう載せらんないから別にそれに関しては、ね、ビデオ通話したい、どうやってやんの、やり方わかんない、うるせえできた、はい、なんかビデオ通話を始めました、ビデオ通話始めましたね、でもみんな会議だ、すごい、みんなね電話でね、あのビデオ通話を始めました、ねえさ、はい、夢8時半からさショールームするって言ったの忘れてるやん、ああ、まあ今だいたいここ見てるんじゃないかな、え、私も遅刻するしまーす、うん、よろしく、うん、まあ、誕生日だからね、しょうがない、そうだ、うん、うん、そうだね、まあまあ、今からひのち行っていい、ダメ残念、ダメです、
また明日来てください。明日ならいいの？明日はいいよ別に。うん、でもコントローラーとソフトなんもないから持ってきてね。待って明日買っていくね。いや本気で言ってる、別にいいよ。明日公園、そうだった、そうだ、公園の後に行こうかな。そうしよう。公園の後ってめっちゃ夜じゃん。決まり。ドラさん、明日ドラさんとちっちゃいもんだから、ここにいる人の大体そうなんだよ。そうじゃん。そうだよ。じゃあ明日行けたら行くね。うん、わかった。それ来ない人のセリフだけど。うん、いいよ、ありがとうね。ちょっとみんなありがとう。私すごい嬉しいよ、とても。20歳の誕生日をみんなにお祝いしてもらえて。うん、おめでとう。ありがとう。あおちゃんもお酒飲めるようになったら一緒に飲みに行こうね。あと2年くらい。あっという間よ。うん、あおでもね、初めてのねお酒はね、うん、みんなで飲みたい。嬉しい。かわいい。約束。考えが変わんなかったら。2年間です。まあそっか、わかった、ありがとう。その気持ちは受け取っとくわ。うん、みんなが好きだから。かわいい。嬉しい、泣いちゃう私。なんかさ、テレビ通話じゃない、みんなで電話するとさ、うん、この会話がさ、世間にさ、うん、発信されてるの忘れちゃう。で、忘れんな、ふざけんな、本当にやめろ。え、住所言っちゃうとこだった。危ない危ない、バカ。住所言っちゃう、ヒロの住所言っちゃうとこだった。ヒロの住所言うな。危ない。ピザのさ、宅配にさ、ヒロの住所登録してるんだけどさ、あやくそれ読むところだったわ今。なんでここ別にあれ、そのピザのお店のさ、電話の先じゃないんだからさ、住所お願いしますじゃないのよ。危なかった、うん、その場合私が今からブッて切るから。ピザのためにピザ頼むところだった。いや今日昼に食べた。なんでやめなくて。お前いなかった。私を呼び止めなかったの。いやお前はすぐ帰ったの。帰った後すぐだったよね、割と。うん、残念でした。じゃあありがとう。20歳の三村ひのもよろしくね。え締めに入ってるんだけど。ねえねえ、これさ、スタンプをするんだ。ねえ、みんなに伝わらない話しないで。もう52分通話してるよ。ありがとう。今40分ぐらいだもん。それは夢だからだよね。50分ね、そんぐらいね、ヒノのことについて話してくれるぐらいヒノのことが好きなのはね、十分分かったから。またどうせ生誕祭もあるしさ、生誕祭の時と、あと SNS とかヒノのね好きなところいっぱいあげてくれてもいいんだよ。いいねしに行くから、リップとか。20歳のミム、どうやるの？スタンプで、エフェクトのスタンプ。もうこいつら話聞かない。ちょっとみゆみゆもだよ。あ、どうだ、かわいい。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。何卒よろしくお願いします。ありがとう。じゃあまたね。バイバイなの？バイバイだね。バイバイだね。思ったより長く配信しちゃってるからね今。なんで勝手に始めて勝手に終わろうとしてんの？いいえ、それが企画ってもんだからだよ。あ、ちなみにこれ TikTok のやつ。え、知らない。 TikTok わかんない。気になった、勝手にやめさせてもらいました。はい、話聞いてくれないみんな。でもね、はい、いや、またね、ありがとう、うん、バイバイ。あ、バイバイ。マシモカホがぶん退出しようと。あ、うん、ありがとう。みんな急に退出しよう。何事ありがとう。うん、ありがとう。急に退出し始めた。うん、ありがとう。うん、ありがとう。急に退出し始めた。うん、おめありがとう。
ありがとう。バイバイ。うん、バイバイ。バイバイ。あれ？え、さっきまでもう終わるのとか言ってたやつがさ、急にさ抜け始めて、あれ？おかしいな。なんか本当急だな。終わらせたけどさ、ねえ、ちょっと何考えてんだかよくわかんないわよね、本当。ねえ、まあそんな感じで、アフタートークはじゃないよ、あなたらが勝手に切ったのよ。勝手に切ったろうが、うん。ねえ、ありがとうございます。こんな感じでね、20歳の私のこともね、たくさんのメンバーがね応援してくれててさ、はなんていうの、そのメンバーもそうだし、他の先輩とかもさ、そういろんな人がねこうお祝いしてくれててすごい幸せでございます。ありがとうございます。まあそうね、20歳もほんと変わらず楽しんで唯一無二を目指して表現していきます、生きていきますので、どうぞね、アイドルとしての三村ひなをね存分に焼き付けていただけると、あ、まあこういうこと言うとちょっとなんか不穏な空気がするので嫌だな、そのアイドル20歳になってね、そうか、三村そんなことないよ、そういうことじゃないのよ、ね、20歳になるとさ、もうちょっとねこう大人だなっていう、もうね若くはないということで、あ、もうこういうこと言うとちょっとお姉さん方に怒られるから、まあとはいえね、やっぱこう大人への仲間入りっていうところもあって、やっぱもうちょっとこうちゃんとね、こうアイドルっていうその儚いものをねしっかり大切にね、生きていけたらなって思います。なので、はい、ぜひこれからもね、よろしくお願いします。見守っていてください。ありがとうございます。はい、まあ生誕祭とかでまたね、そんなにゆっくり話すつもりはないんですけど、また生誕祭とかでお話ししたいなとも思ってるので、皆さんよろしくお願いします。ということで、ラスト歌を歌って終わりにしようと思います。今日は座って歌おうかな。よいしょ。ちょっと電波が悪いから、電波っていうか、それもうちょっとねこう重いからね、ちょっと歌えるか分かんない。いけるかな。おい。お。これ歌えてるかな。歌えてるというか。おんもおんも、さあ行きましょうか。さあ行けるかな。不意に君を目隠しして、思い言わさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットボールゴールあたり不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけどじらして答えない、クラスメイトが集まって準備したのさ、こっそりアイマスクを外していい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラッカー3、2、1、0、 Happy Happy Birthday、 ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう、
ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、こんな大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ、紙のコップで乾杯しよう、今日の主役は君なんだ、みんなの気持ち受け取ってよ、寄せ書きプレゼント、たった一度のセブンティーンザ、セミの声が降り注ぐ夏、ピースしながらみんなで撮った、写真はタイムカプセル、広い世界の片隅で同じ時代を生きてる、今がきっと青春かも、遠い先でいつの日か思い出すだろう、 3, 2, 1, 0、 Happy Happy Birthday、 素敵な一年を一つだけ、今大人になってそう君らしく大切に過ごすんだ、 Happy Happy Birthday、 一人きりじゃないんだよ、辛いことに巡り合ったって、ほら見回せば僕たちがそばにいる、笑顔たちの涙サプライズ、 Happy birthday to me、 Happy birthday to me、 Happy birthday dear my friend、 Happy birthday toハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、ああその先の幸せに届くように、ハッピーハッピーバースデー、まだ夢の途中さ、目の前の未来の道は輝いてるよ、まず一歩歩き出そう、君の頬に涙サプライズ、キラに光る涙サプライズ、ハッピーバースデー、グッドラックを君、声を揃えて愛情込めておめでとう、ハッピーハッピーバースデー、グッドラックを君、ぎゅっと抱きしめ最後にもう一回おめでとう、お誕生日お祝いしてくれてありがとう、はい、ということで涙サプライズを聞いていただきました、ありがとうございます。さあちょっと電波が不安なんですけれどもちゃんと途切れずに聞こえてたのか不安なんだけど、大丈夫かしら、もうボロボロなんだけど、この携帯もうダメかもしれんな、8はちょっと iPhone8 も引退かもしれないはい、たくさんのねコメント、ちょっとコメントも動いてないんですけど重くて、ちょっとこっちの配信で見るわ、さて大丈夫か、はい、あ見えてるみたい、ありがとう、すごい嬉しい、たくさんギフトコメント、わすごいコメントの量、わーありがとう、ありがとうございます、みんなありがとう、いや楽しかった、いやありがとう本当に、すごい幸せ、やっぱ20歳って大きな節目なんだね、きっとすごい、こんなにたくさんの方が、あ待って完全に止まっちゃった、こっちの配信こっちの配信本当に完全に止まっちゃった、ちょっとこっちに移動しよう、よいしょ、はい、移動できた、ありがとうございます、本当に
本当に本当にありがとうございます。あ、ありがとう。いや本当にね、また生誕祭でもね、たくさんお祝いしていただけると嬉しいです。この生誕 T、 生誕グッズもね、すごいみんなに好評で、とってもちょっと髪の毛がね、あのちょっとねすごい静電気がひどいんですけど、すごいたくさんの方にねお褒めの言葉いただけてとっても嬉しいです。ありがとうございました。ちょっと待ってね、こっちを消してちょっと戻して、はい、当たりますように。確かにね、そうだね。よし、じゃあね、ちょっと寂しいですが今日はこれで終わりにするよ。ほい、よいしょ、これで終わりになるよ。ちょっと待ってね、ほい、こっちの携帯に移して、ほい、こっちに変わったかな。ほい、ありがとうございましたね、たくさんのギフト、ね、タワーとかコメントとかありがとうございます。すごいみんな本当に何度もこれで NGT に加入してから5回目の誕生日になるんですけど、なんか回を増すごとにたくさんの方にお祝いしてもらえてて、本当に自分はこれからもね、みんなのこうみんなの見たい聞きたいをもとに、私もいろんなものを見て聞いて、成長していけたらと思います。スクショタイムね、しょうがない、じゃあ1分だけやろうかちょっとそう思ったよりね、通話が長引いてしまって通話が長引いてしまって、ちょっと少しだけね、じゃあ少しだけどうぞ。取れた？取れたかい？取れた？取れたかな？ありがとうありがとうございます。ということで、初訪問の方もたくさんありがとう、みんなすごいありがとう。私の誕生日をお祝いしに来てくれたのかなそんなことないよありがとうございます。本当にこれからもね、ショールームはできるだけ楽しい毎日をお届けできればと思いますので、どうぞまた遊びに来てくださいということで、まあ20歳最初のショールームはこんなもんかしら。じゃあ男女読むね、13位つよさん、12位、阿久津雅彦さん、11位ごもっともさん、10位犬くんさん、9位東郷さん、8位新潟和さん、7位ひよりげたさん、6位トールさん、5位新一さん、4位よしさん、3位ケイさん、2位昔からおじいさん、1位一田さん、ありがとうございます。タワーもね、こうどら焼きタワーだったりスイーツタワーだったりと、ギフトもありがとうございます。タワーとかその他もろもろ本当に本当にありがとうございます。改めまして20歳の三村ひのも精一杯、唯一無二の表現者を目指してあがいてもがいて頑張っていきますので、どうぞ見守っていただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。